ご無沙汰ぶりの質問コーナーです。どうも、山田です。はい、はい、ということで3人でですね、今からですね、質問コーナー、うん、まつが、まあ、今突発的にですね、ツイッターの方でですね、はい、はい、なんか質問あるかと、ポケモン GO だろうと何だろうといいぞという感じでですね、今ツイッターに投稿しまして、そちらの方にね、今からお答えしていこうと思っているんですが、なぜいきなりこんなのを始めたかというとですね、はい、まず第一にですね、あのだいぶ前にですね、質問コーナーやるって言ったんですけど、それはうまいこと言ってなくてですね、ずっと答えられてないっていうのですね。そうだ。あともう一個はですね、まあ、こっちの方がメインなんですけどね、うん、どっちかっていうとね、あのつい先日僕、まあ、オフ会がございまして、そうですね、はい、山田と山田チャンネルを見る会、はい、はい、こちらの方でですね、まあ、僕山田チャンネルがですね、まあ、あの3周年と、うん、あとまあ当日のイベントだし、あと山田も30歳と、うん、そうですね、はい、で僕は7月が誕生日だったんでね、誕生日月にそのイベントということで、いろんなもののお祝いとしてですね、もう2人がね、あの僕にサプライズでケーキくれたんですよ、うんうんうん、はい、なんですけど当日がですね、マーク時間がないと、そうですねはい、ということで後で食おうと思ったんですが、まあまあな量だったんですよね。結構でかいかもしれない。普通にワンホールをね、いただいたんですよ、普通に。6号ケーキですね。6号ケーキですね、これがね。はい。はい、というのをいただきまして、まあこれをちょっとね、まあ僕一人でね、食べきれないんで、ちょっと3人で食べつつ、おー、いいね。でかいよ、やっぱりこれ。すごい、なんか。やっぱでかい。でかいよ。普通の頭が残っていてよ。ほんとよ。ということで、じゃあサムネかな、これ。あ、いい。これサムネ、これサムネがないといい。ね。素敵。ということで、これ今からですね、3人で、食べきるまでの間に、質問を、答えていくと。なるほど。いう感じの非常にシンプルな動画でございます。なるほど。はい、やっていきましょう。はい。お誕生日おめでとう3周年って書いてあるね。そうです。ちょ、プレ邪魔だなお前。普通に美味しそう。ね、いい、ショートケーキが一番いいよね、ケーキって本当に。これちゃんと間にね、はい。いちごの層みたいなのがちゃんとあるんですよ。いいショートケーキだ。いいやつなんですよ。ケーキ入っちゃう。ケーキ、あ、割れちゃう、割れちゃう、ケーキ割れちゃう、入っちゃう、ケーキ入っちゃう、危なかったー、まだまだ端側だ、あーあー、適量何回も取ったら良くないですかね、これ確かに、いや、なんでこんないきなりガッツリいっちゃったよ、はい、行きましたね、はい、すっごいべったりでお返しします、はい、お返しします、はい、いただきます。あーもううまっ、うまっ、うまいっすか。あの一番、もう一番いい、あの酸っぱすぎないけどちゃんと酸味があって、うん、生く、二人ともちょっとじゃあ好きに取ってって、ちょっと俺いちごだけ食べよう、いちごなんでなんでいただきます。はい、どうぞ。さあこの量果たしてどれくらい時間がかかるのか、うん、あ、普通にうまいやつだこれ。いや、そうま、はい、じゃあ質問の方はもう投げてありますので、ちょっと2人の方が適当にちょっとピックアップしながら、はい、うん、はい、僕にあれしてください。全然ください。 NG なしですか。はい、 NG は NG じゃない、 NG はないです。あったとしたらなんかカットですはい、今日ナイス。あ、うまっ。あ、これいいかも。はい、何でしょう。タンスの角に小指ぶつけてってきてます。タンスないんで却下。さあ、いっぱいあるからな、こうのってね。感謝します。うん、だって止まんないもん、通知が。質問の通知がさっきから止まんないんだよね。量がすごいのよ。はいはい。犬派と猫派、どっちですか。私は断然犬派です。犬、それは犬。犬、つうか、僕猫アレルギーなので、あそもそも論でもね、でも好きなんだよ、両方好きだけどみたいな。そう、両方好きなんだけど、僕はあの猫と生活してしまうとね、うん、あの体調が優れなくなってしまうので、はいはいはい、はい、で犬もね、毛が細かいやつだとたまに反応しちゃう。なるほど。あ、そうそう、そういうのもいるんですよ、うん、はい。これ、うん、これ普通に知りたいのかな。何何、ポケゴーで生まれて初めてゲームに課金しました。はいはい、山田さんは月いくらくらいポケゴーに課金しているのですか、うん、と。ポケゴーですか。はい、波はあるけど、まあそうですね、一番高いポケコインを毎月絶対買ってるので、うん、それは最低ラインですよね、うん、でそれプラス足りないやつを補填しているから11,800が最低ラインだから、うん、まあだから1万円から1万5000円ぐらい、1万から1万5000の間ライン、間を課金してますね。ただこれには交通費、宿泊費は一切含まれませんので、まあそうですね、あの遠征があった月は、あの、はい、ドーンっ って上がってますね。そうですね、ゲーム以外の方の、あ、もう課金がすごいと。そう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 、うん、だから、ハワイとロンドン、あ、そうですね、あれはやばかった。他のゲームの方が課金してるな。いや、そうですよね、多分他ゲーの方が多い。うん、モンストはだって今月あれだったもん、だって俺今月って先月か、うん、獣神祭と
あと普通ヒロアカで、ヒロアカはもう揃えるまでやるって決めたから、うん、多分モンストだけで5万円ぐらい使ってんじゃない先月。多分ポケゴいいゲームだな。本当本当いいゲームですね。うん、あと、うん、そうですね、うん、全然何でもいいよ。今度の横浜イベント何食べたいですか。うん、ね、横浜行ったらね、うわ悩む悩むな、中華街行きたいね。あ、まあ鉄板のね、うん、そう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 、中華街行って、うん、あ、俺ねあれが好きなんだよ。ね、サンマーメンが好きなんですよ。多分中華街だとないかもしれない。何ですかサンマーメン。サンマーメン知らないよね。知らないよね。サンラータンとかともまた違うんですよ。サンマーメン、まあ五目サンマ、サンマのことやサンマ、サンマ、まあ、みんなそれで誤解しがちだけど一応横浜の、じゃあ次行きますよ。はいよ。結構シンプルなんですけど、うん、山田さんの夢は何ですか。ん、夢、夢、40半ばで喫茶店のマスターになることですかね。40半ばで喫茶店のマスターになること、はい、そうです、はい、喫茶店を経営したいです。はい、赤字でも黒字でもないほどほどな感じを、うん、なるほどなるほど、はいはいはい、行きたいですね。ちょっと古い感じがいいんですか。やっぱあ、もう古いのがいいですね。あ、純喫茶的な、純喫茶で、あの店長が一番うるさいみたいなね。マスターが一番うるさいみたいな、はい、なるほど、はい、あの店先には金魚を飼います。なるほど、店先で、はい、なんかありそう。はい、そういうのをやりたいです。はい、うん、そうなんや、うん、そうなんや、うん、うん、やべえ。あ、これは平気も、うん、人手マンを好きになった理由は。好きになった理由、はい、みんなは一目惚れになった理由とかって説明できるんですか。だそうです。うん、あ、来た。生クリームが重い。ん、パンツの色は何色ですか。パンツの色、あ、今日オレンジです。オレンジ、はい、オレンジは予想外。今日オレンジかなり派手な。今日ほらオレンジ、めっちゃオレンジだ。あ、江野さんから来てますよ。江野さん何やってんだ。仕事、仕事しろ。ありがとうございます。今まで一番印象に残っている動画やポケゴーのイベントを教えてください。印象に残ってる、うん、印象に残っているイベントは、難しい。あ、ハロウィンかもしれない。一番最初のハロウィンイベントかもしれない。一番最初のハロウィン。ポケモン GO のイベントってそれまであまりにも正直しょっぱすぎて、もう言い方悪いんだけど、最初に来たゴーストタイプで、ハロウィンでゴーストタイプが大量発生っていうのが、多分初めてぐらい特定のタイプがもう死ぬほど湧いてて、で、曲が変わったやつですか。あ、そう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 。なるほど。変わったのはでも2年目からだった気がするけど、はいはいはい、要はそういう風にもうゲーム内のデータを普通にもういじって何かが起きてるみたいなことがもうすごくて、あとはあの1回飽きた人らもやっぱ戻ってきたんだよそこで。へえ、それはでかいな、うん、ゴースとかその当時別にそんな出なかったから、うん、だからめっちゃ出てるみたいな感じで、うん、はい、あとあの BGM のやっぱアレンジがねすごくいいよね。うん、じゃあはい、質問と、はい、今まで行った海外で一番のおすすめはどこですかと。むずい、知りたいな。うわ、むずいな。これは知りたいな。うわ、かなりこれは悩ましいけど、ツー、うん、トップなんですよ僕の中では、うん、一つが、ロンドン、ロンドン、はい、でもう一つがシンガポールかな。他の都市ももちろん全部いいんですよ、ね、いいところは全部あるんですけど、うん、なんかその、あ、足りないって思ったのはその2都市かな。いや僕も、うん、僕は行ってないですけど、うん、動画見てる限り僕も全く同じですね。ロンドンとシンガポールは、うん、やっぱ行きたいなって思わされましたね。思うよね、うん、そう、シンガポール行ったからな、こいつは。いやー、バカったよね。言うてだって、戦闘祭しか行ってないですからね。いや、そう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 。だから戦闘祭行く、うん、行く前日とかに、まあ、頑張ってなんかね、うん、頑張ってそのナイトサファリとか。結構行ってた。そうそうそう。完全に忘れてる。完全に忘れてやがる、この今言いながら、あれ行ったな。いや、なんかロンドンは、もうあれよ、ハリーポッターとかでさ、はあ、あとそのロンドンっていう街のイメージあるじゃん、みんな、うんうん、ね、イメージがあるものがまんまイメージ通りのやつがダン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 みたいな感じあるのが、Here we go。 ダン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 
ったら俺は道明寺で同じようなね道明寺でなんとか寺って一回なってみたい。なんかそうす、ね、道明寺とか西園寺とかそういうのに。最近した一番高い買い物は何ですか。なんだろう、むず、なんだろう、最近した一番高い買い物でしょ。キーじゃないですか。あ、確かに山田さんの、うん、好きなポケモンベスト3、うん、まあ、1位はヒトデマンじゃないですか。1位はヒトデマン、で、2位がベイリーフですよね、はい、3番目結構分かる、なんか難しいというか、まあむずいよね、うん、なんだろう、3位はね、あんま言わないんだけど、僕見てワクワクするって意味では僕ルチャブルがすごくね。ルチャブル、はい、ルチャブル、あ、多分ダヨちゃんとか分かんないでしょ。分かんないし、もう全然ググってみてください。はい、あのね、いいんです、アニメでもね結構立ち位置良かったのと、うん、あの全部見てないんだけど、はいはいはい、あのアニメでの立ち位置もいいし、うん、あとそもそもね、あの僕があのプロレスが大好きっていうのがありまして、そう、もういろんなものをくすぐる、うん、いろ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 くすぐるんですよ。マスクっぽい感じがね。そう、あのね、リザードンとちょっと悩む、俺の中では。へー、あ、リザードンと並ぶ。そう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 、初代の映画とかもアニメとか見ているから、それはね、みんな好きじゃん。まあそうですね、リザードンって。でもそのリザードンと俺はルチャブルが結構もう競るぐらい好きですね。なるほど、はい、今回は一応ちょっとルチャブルを上げておきました。 OK です。はい、ベイリーフはなんで好きなんですか。ベイリーフは可愛い、ただ可愛い。つうか、ベイリーフもだし、では違うんだ、あれベイリーフってね、多分アニメの影響で僕好きなんですよ。あのサトシがね、普通にあの連れてたんですよ。まあ別にベイリーフの前のね、チコリータからなんだけど、うん、チコリータがそもそも可愛くて、でベイリーフになると体が大きくなってるのに、うん、そのチコリータの時と同じだけの愛くるしさみたいなのが、はい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 、そうだったかも。そう、もうね、見てたな、もうサトシのこと大好きすぎみたいな感じがもう、うん、もうなんかもう全部伝わってくるんだよね。なんか最近ツイッターでちょっと回ってたんですけど、うん、サトシの横に寝てるピカチュウを、うん、チコリータが見た、どかして自分が入るみたいな。そうそう、クシューンっていて、こう寝てるピカチュウを下ろして自分が入る、そこにスッと入っててサトシにそれをするって。あれ可愛かったっすね。そう、ああいうことをしちゃうんですよ、チコリータがそもそもね、うん、でもチコリータってかその可愛いじゃん、もともと可愛いから、ね、うん、可愛いやつが可愛いことしてるんですよ、あれってね。でもベイリーフになると大きくなるじゃん普通に、うんうん、体大きいんですよ、うん、でも中身はその頃と変わらないっていう、やっぱりもうサトシ大好きみたいな感じが、なんかあひーってなりますねってなります。なるほど、はい、あれがいい、はい、あれがいいんですね、はい。おい、二人とも止まってんぞ。おい、皿が空いてるぞ。ちょっと必死に探してるんで。あ、そうか、しかもちょっと待って、おい、大ちゃん、お前なんで、お前何コロン食っとんねん、お前おいこれちょっと食べかけだったよね。全員で分担して食おうっていう時に何お前だけコロン食ってるの。お前はケーキを食べろ、ケーキを。コロンがかわいそうだなと思って。コロンかわいそうではない、かわいそうではない、この食べていいですよ、コロン。ちょ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 、なんでもともと容量が大きいもの今食ってるんですか。そんなケーキを食う、ケーキを。そうだよ、しかもなぜ甘いものをなお増やしたんだよ。そうや、これ食べてあげないとかわいそうだから。いや、そろそろちょっとこれ聞きたいなと思うのがあるので。あ、なんかありますか。お待ちして。はい、はい、なんだ、上がってこい。次、いつお寿司行きますかっていう質問があります、うん、それ、俺なんとなく質問者わかんないけど、誰か誰アイコンが浮かんでるんだけど、うん、あ、そうなんですか。うん、犬みたいなアイコンじゃない、そいつ。あ、そうっすね、うん、犬みたいなやつ。なんでわかるんですか。うんとね、なんかね、よくリプライくんだよね。あ、そうなんですか。その視聴者さん。あ、うん、そっか。そうだな、ちょっとあとでミュートしとこっか、うん、だそうです。はい、はい、ちょっと、はい、リプライのちょっとお寿司と肉寿司の話しかしないので、彼は。あ、ちょっとミュートで。はい、ミュート、はい、ミュートしておきます。わかりました。はーい。ズバリ、はい、今までやり込んだゲームトップ3は。うわ、むずいけど、うん、もう1位に、どれだろう。結構ちゃんと考える。めっちゃ回る。結構ちゃんと回る。結構ちゃんと考える。やり込んだでしょ。そうですね、多分ね、ポケモン GO が3か4ぐらいだと思う。へー、なるほど。うん、3位か4位ぐらいだと思う。やり込んだで言えば、多分3位が風雷の試練かな。試練、はい、風雷の試練。試練シリーズってことですかね、はい、いや、試練城っていう64のやつですね。あ、64の試練城、はい、に襲来、試練城みたいなやつが、多分第3位で、うん、第2位が
牧場物語の、これはシリーズだね。もういろんなシリーズやりましたね、牧場物語シリーズが第2位、第1位が、むずいなー、1位が、なんだろう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 、なんか上がんないわ、俺、そう考えると。繰り上がりかもしれない、普通に。だから、なるほど、牧場物語、風来の試練、ポケモン GO になるかもしれない。うん、なるほどね。はい、多分そんな感じかな。あと、やり込んだで言うと、あ、ポケモン GO と同じぐらいで多分無双シリーズかもしれない、俺、そしたら。戦国も三国、三国の方が少ないけど、戦国は全シリーズやったし、はい、無双オロチもね、やりましたね、結構やりましたね。はい。今の質問ちょっとそれぞれ答えてみようよ。じゃあ、まあ、1番でもいいよ、1番だけでもいいよ。1位は多分、うん、ストリートファイター4シリーズかな。まあ、格ゲーが、まあ、格ゲーね、そうだよね。まあ多分それ10年ちょっとずっとそれやってたんで、それはすごいな、はい、で2位は多分、うんうん、あーシリーズで言ったら多分モンハンかな。おお、なるほど。モンハンシリーズ、はい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 。で主に僕セカンド G と、うん、はいはい、パソコンのフロンティア、はい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 、フロンティアめちゃめちゃやってて、なるほど。それかな。で3位は多分アラド戦記っていう、うん、ネットゲームなんですけど、あ、ネットゲーム、ね、一番僕が初め、うん、ハマったネットゲームというか、はいはいはい、はい、そうかね。あ、いや違う、おジュイン、あれだ、アラドじゃなくて、はい、ガンダムシード連合 VS ダフトです。あー、なるほど、ゲームセンターに当時あった。はい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 、そっちね。なるほどね。ちょっとした有名人ぐらい強かったので僕は。すごい、はい。ダヨちゃんは、ダヨちゃんってなんかさ、ゲームの話全然しないじゃん、編集マンとして、あと撮影としてはいるけどさ、どうなんですか。難しいなと思って思い返してたんですけど、うんうん、その1個やり込むのあんまりないんですけど、うん、まあ、めちゃめちゃ、まあ、何回もやってるのは、あ、そうそう、そうなんですよ。スーファミなんですよ、うん、私一番好きなのはスーファミで、はい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 、スーファミの、うん、あのドンキーコングとかスーパーマリオは何週もやってて楽しいよね。まあ、それはなんか私がやるっていうよりは家族でやってる、みんなみんなでやってるから、はいはい、みんなで回しやるんで、そうそうそう、そういう意味では一番やってるゲームがそれで、うんうん、はいはい、多分2位が、うん、ポケゴーかな。おお、じゃあだいぶ上位だね、ポケゴー。でも1位かもしれない、どっちかわからないけど、はい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 、この多分一番今ゲームやってますね、人生で。あ、なるほどね。まあここ来たらね、まあやることないからやりますからね。そう、いろんなゲームを今やってる時期で、一番ポケモンがやってて、はい、で期間的にやっぱ一番長いのは、うん、スーファミのパネルで、あれだね、パネポン出た、パネポン。これはもうあの、やり込んでます、はい、あのツイッターにも書いてるもんね。そう、ダヨちゃんはパネポンガチ勢なんで、パネポンガチ勢パネポンが大好きなんで、パネポン勢でした。パネポンが好きな人はコメントをください私も一番好きなのパネポンですっていう方はコメントしてあげてください。すごい面白い。そうですね。やったことありますか？いや、ない。見たことしかないです。あ、そう、ほんとそう。見たことはある。見たことしかない。すごいね。なんか、ぷよぷよとか私やったことないですけど、ぷよぷよと違って、なんか、ぷよぷよもそうなのかわかんないですけど、すごいラグがあって、ラグ？もうなんか、ガタガタなんですよ、ゲーム自体が。どういうこと？なんか、ラグがあるからできる技みたいなのがあって、いやー、すごい面白いんですよ。まあ、ちょっとバグを利用してみたいな感じの。なんか、強くなればなるほど、なんか、いろんなことができるんですよね。ゲームが追いついてなくて。あ、なるほどね。あ、なるほどね。そう、隙をつけるようになってくるんだ。はいはいはい。スピードが遅いからその間に入力させしちゃうみたいな ね。それはなんか逆に楽しいですね、うん、そうだね。ラスボスの一歩手前ぐらいが一番難しかったりするみたいな、はぁ、ところが面白いですよ。なるほど、ぜひみんなでやりましょう。パネポン実況面白いな、いきなり。はい、そんな感じでした。はい、はい、だいぶ限界が近づけまいりましたね。はい、でももうないから、こっちはもうないんですよ。そうなんですよ、こっちはもう空なんで、あとはもうお皿の上を食べればっていうところです、うん、今後コラボしたい YouTuber さんは、今後コラボしたいか、もうそのなんかほんと個人的に、はいはいはい、はい、なんかできるできない置いといてってことですよね。はじめ社長の畑の方々ですね。あー、はい、畑の方々。だからそのあのワイワイしてる中に入って一緒にワイワイしたいって思うね、あれは。そう、わちゃわちゃしてるのすっごい好き。はい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 、はい、あとはコラボしたいだと結構むず、結構むずい。あ、でもエミリンさんとか、エミリンチャンネルのエミリンさんとかがすごく、はい、あ、もう単純に面白いので、
なるほど、はい、あとは今日ヤバいやつに会ったさんでしょ、はい、どうやってんのそうやってんのちょっとインド行かないと、そう、インドに行かないといけないですね、はい、あとそうだなコラボしたいコラボしたい YouTuber サイヤマングレートさんとか、なるほど、はい、まあ、のめちゃめちゃ筋肉しごかれてみたいな、なんかもう一緒にね、そうそうジムでなんかやるみたいな、そう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 、あ、あとガーリーレコードさん、あ、ガーリーレコードさん行きたい、趣味今日あったんすよ、嘘、今日あったんすよ、いいなー、めっちゃ羨ましいんだけど、ちょっとコンビニ行ってて、おう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 、そこから帰ってくるときに、うん、ちょっと出てきてはった、やばー、それ一緒に行けばよかったコンビニ、いや、おげるなってコンビニ一人で行ったんですよ、あ、え、そのタイミングだった、そうっす、うわー、もったいねー、全然合ってないウィッグつけてましたよ、あのいつもの不純物みたいな、めっちゃ見たかった、絶対多分中でなんか撮影だったんだけど、そうです、中で撮影なんかあって、あ、じゃあ、ワンチャンテレ朝の可能性もあるよね、だからね、あー、ありえますね、イベントとかもね、全然やってるだろうから、うわー、めっちゃびっくりしました、本当に、もう、うわ、無限に見れるもん、ガーリーレコードさん、何回も見ちゃう、リピート、マジでね、気配切りが最初面白くて見に行ったけど、あのね、あの、歌う系がね、いいんですよ、いいっすね、そう、出袋がすごく俺は好きなんですよ、俺ミスチル好きやったっすね、あれ、あー、ミスチルうまい、うまいっていうか、単純にモノマネとしての性能が高い、そうそうそう、桜井さんってなるし、声が似てるっていう、声と仕草ね、そうですね、そう、あれすごくいいんですよね、デブクロ僕の一番のおすすめなんで、はいはいはい、デブクロとあと太鼓の達人デブみたいなやつが、はいはいはい、あと海馬社長のモノマネの3つがすごく面白いですね、なるほど、いや僕あの少林サッカーのモノマネめっちゃ好き、あ、わかる、あれはね見てるやつは本当もめっちゃわかる、そうってなるからねあれを見てその日に少林サッカー見ましたもんすごい、もう一回思い出したいと思って、めちゃめちゃ貢献してるじゃん、そうっすね、あとあの三国無双の諸葛亮孔明のビーム、あ、これね、シュン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 です、全然わかんない、やったことあるんですかね、あれね、そうみんなやるから、そう、あ、ゲームモノマネもだからその、そう、カンネもありましたね、カンネ走るやつずっとシュッシュッ、あ、そうそう、あれか、そうそう、はい、もう大好きですね、ガーリーレコードチャンネルさんね、はい、はい、あ、ラストだ俺、このイチゴでラストです、イエーイ、うん、よし、俺の分完食、逆にこれで終わっちゃうよ、確かに、質問、いや、いいんだよ別に、それは食べるまでなんだからいいんだよ、じゃあラストなんか1個か2個なんかじゃじゃん、ください、ラストはちょっとヤスさんに譲ろう、好きな女性の髪型は、あ、さっき俺も見た、髪型っていう質問がいいなと思うね、好きな髪型ってむずいな、まあ、タイプでもいいですよ、タイプもいっぱい来てますじゃあタイプっていうか、うん、最近グッときた女性をいくつかじゃあ上げていきましょう、 あれっすね、はい、あれもうヤス君にはもう何度も共有しているやつがある、はい、まず一つ、いっぱいあるやん、いっぱいあるんですよ、まず一つ、公園で彼氏とキャッチボールをしてる女性がいて、うん、めちゃめちゃいいなと思って、しかもその女性が何がすごいってさ、こう投げてさ、こう投げてもう見えないわけで、この足がね残ってるのずっと、その女性がぶれないんで、ここでちゃんとこの足を残して、でちゃんと戻ってこれる女性だったんだよ、すごいなと、ちゃんといい球を投げて、いや、そう、取るのも上手かったし、そうそうそう、彼氏なんかそのわーみたいな感じで、なんかもう、はいはい、で付き合ってあげてるけど本当はできないんだじゃなくて、ちゃんと彼氏のね、そう、グローブにちゃんと収めていって、うん、お互いがお互いのグローブにちゃんと収め合うっていう、そう、あれ、それはなんかな、ロケの時でしたっけ、あれね、そうそうそう、2人で見つけて、山田さんたまたま見つけて、あれいいね、あれいいね、もう同じ感想だからめっちゃいいっすねって、そうそうそう、これは多分ね、でも分かる男子結構いるんじゃないかな、そうですね、うん、いい球投げてくれる彼女はそうそうそういいなって思っちゃったね、じゃあなりますね、そう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 、あとじゃあその2ね、はい、その2あれですね、多分ね、そう、俺これも多分言ってるラーメン屋入ったんですよ、はい、しかもちょっとか激辛じゃないけど辛いラーメンを、はい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 、あ、じゃ あの中本で、そう、想像して、うん、中本に黒のノースリーブのサマーニットで着てる一人の女性細身のね、うん、はい、女性が、ラーメン頼んだと、辛いやつ頼んだ、それプラス、うん、ビール中瓶、そうですね、を一人で黙々と食って飲んで颯爽と帰っていって、ああもう好きってなりました、
なもう中敏が似合う女性っていうのが僕の中でも好きな女性の項目に入れようかなってもう悩むぐらい中敏が良かった。でそれめっちゃわかるんですよ、うん、なんか僕そんなお酒飲まないじゃないですか、うん、でもわかります。それいやそうね、うん、しかもカウンター席かっこいいっすね。かっこいいかっこいいっていうのがいいのかもしれない、もしかしたら冬だったら多分あれっすよ、ライダース着てますよ多分。うわかっこよすぎるあともう一個最近俺増えたんですよ、はいはい、麻雀が強い。あー女の子でってことですか。そうなるほど。あでもちょっと分かりますね、うんうん、なんかね、だから多分全体的にちょっとだけおっさん要素というか。そうですね。おでもそれを全面じゃなくてそのちょっとこう隠し玉として実はみたいな、実はいい球投げれますみたいな実は中瓶いけますいけますっていうの、実は麻雀強い、そうっていうのを1枚残してる子がね、でも分かるなー、すごく分かるなー。だから僕は本当に申し訳ないんですけども、あのタピオカに並んでしまう JK はもう全員お断りですね、うん、もっとおっさん味が欲しい、おっさん味をくれ女の子に加わるおっさん味。なるほど。いやでもめっちゃ分かります、うん、そう安心するなんかね、うん、はい、自分がおっさんに近づいてきたからこそ余計そうなのかもしれないですね、はい、なんか、はい、うん、僕の理想結構男の趣味って、まあ、ある程度あるじゃないですか、まあ、ゲームも結構男の人が好きだったりするし、麻雀もそうじゃないですか、はい、はいはいはい、それを、うん、自分以上の技術を持ってて教えてもらいたいんですよ。あーなんかそれ結構理想ですね。それかっこいいな、うん、なんか麻雀教えてあげるとか言われたいですもん。あやばい、えそれやばよし、ちょっと今日開けるわっつって、明日開けるわっつってお願いしますみたいな感じになるもんねいや、なんかそれはいいかもしれない。年上がいいってことですか。いや、全然そういうことじゃない。年は関係ないです、それは。そうそうそう、もうそこにはね。いや、むしろ、うん、それで自分より若かったら余計熱いかもしれない。あー、なるほど。その年で、あ、分かる。ってなるよね。あともうめっちゃ細かいやついくよ。めっちゃ細かいやつ、はい、僕あんまり行かないんだけど、たまにパチンコとか行くんですよ、はいはい、たまにね、はい、で、本当にもう4年ぐらい前にフラッと寄って、はい、フラッと寄った時になんか僕の台がですね、すごい多分整備が悪かったんですよね、うん、詰まっちゃうんですよ、すごい玉が、あ、玉が、はい、そう、途中で詰まっちゃって、で、店員さん呼んで一回あの流してもらって、うん、で、その時、でその流してもらって、で、その後もう一回詰まったんですよ、で、それに対してあーって思ってたんですよ、僕は、うん、そしたら僕の右隣に、うん、あの僕よりちょっと下ぐらいの年のあの女の子がいて、うん、でそしたらその子が僕の方の台見て、うん、なんかあのこのお店その適当だから、うん、なんかもうちょっと強みに行った方がいいですよっていう一声だけかけて、その子はあのもうじゃんじゃんに当たってるんだよ。なるほどなるほど。だじゃんじゃんに当たって楽しいってなってるんじゃなくて、隣にいる俺にも視野がこう広がっているその子ってことは、うん、相当もう慣れてますね。いやそう、だからその慣れ感慣れがいいです、慣れ感。いやでもそれ、うん、めっちゃ分かるいや僕、まあ、お控えなんですよ、僕パチンコはしないんですけど、はいはいはい、スロットは結構、ね、昔やってて、はい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 、例えば、うん、まあ、昔ってあのビタ押しっていうのが、まあ、技術がすごい必要な台とかあるんですけど、うんうん、はい、女性、僕日暮らしの泣くクロニーっていう台が一番好きなんですけど、はい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 、めっちゃちょっと技術界にはいるんですね。なるほど。それちょっと押すの難しいんですけど、うん、女性の人が、うん、もう完璧に毎回ビタ押しとかしてるのを見ると、うん、キュンってなるこの人何みたいな、すげえみたいな。そう、なんか、ね、でもなんかそういう雰囲気ですね。そう、うん、だからさっきの麻雀にもちょっと通じるのかもしれない。はい、まあどちらにせよちょっとそういうおっさん味が僕らはちょっと、あ、なるほど、おっさん的な趣味をプロ級にこう、あ、そう、もう昇華している人がいい、はいはい、あ、そう要は周りを気にしてないってことになるんですよね、多分。あ、わかる。自分の好きなものをちゃんと好きでいられるっていうのがなんか好きです。わかる、うん、そういうグッときますね。そうそうそう、はい、じゃあこれを、じゃあダヨちゃんが男性で置き換えてみよう。あ、そうですね、ちょっと。うわー、むずい。これはもうね、こういうとこで、こういう山田さんとなんか似てるな、すごい今。いや、すごい、なんかそこだけ盛り上がっちゃってそう、今一人カットしてやるなんでだよせめて早送りにしよう。そう、せめて俺ら盛り上がってる時間の長さだけ伝えてダヨちゃんはなんか、全然パッと思いつかんな、うん、俺らは今相当限定的なタイプの話。そうですね、そういうのでもいいですよ。そんなことありますってぐらい盛り上がったしいやもう、いやでも全部分かってくれたから今すげえ嬉しかったわ。今やすくんが最近気づいたのが、はい、この二重幅がすごい好き。幅え、ね、二重が好きなんじゃなくて二重幅。あ、そう、どういうこと。二重、なんか、うん、ここが好きっす。わかんない、よくわかんない。なるほどね、ここの幅ってことか。そう、はぁ、奥二重の人がいい、うん、結構、うん、あ、最近の趣味最近の趣味で僕昔めっちゃ奥二重やったんですけど、うんうん、ゲームしすぎてなくなったっすそんなこと
あ、これ本当に目が疲れすぎて、まあ、炎症を起こしたりとかしてたの。そうですね。で、どんどん目が細くなってきて、こう開けれなくなってくるんですよ。それで二重が消失したの。二重消失して、普段なんかちょい眠そうぐらいの。あ、僕目の印象だもん。ここ2年ぐらいずっと眠そうに見えるんですよ。多分目が完全に開かないんですよ。ああ、そう。あの一回ゲームとあとここがゲーム愛で、あ、なんか炎症みたいなった時にそれでちょっと開きにくくなって。あ、そうなんだ。すごいだね。まぶたって変わるんだね。変わりますね。めちゃめちゃあったな。めちゃめちゃ盛り上がったね。これが一番盛り上がったんじゃないかっていう。そうね。多分これこういう話って盛り上がっちゃうんだねやっぱね。なあもうこの辺。そうなんですね。俺ら今ケーキだけだ今。糖分だけ摂取してこんなに盛り上がってるよ。そう。こんなに楽しいんだね。じゃあもう俺ら話すとき居酒屋じゃんってドトールでいいですね。ああドトールでいいです。今後ね。はい。ということでじゃあ一応完食できたかな。はい。はい。OK 完食でーす。結構美味しかったでーす。コージーコーナーの美味しかったですね。はい。改めてケーキありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。はい、ということで、まあ、今回もマジで全然ポケモン GO 関係ないやつばっかり、うん、でしたけれども、ね、まあはい、まあ、だから2人のねあれも聞けたからね結構面白かった。確かに、ね、結構ねいつもとね思考が違くてね。はい、ということでまあちょっとねまた何かのタイミングでまたこんな感じで緩い質問コーナーとかやっていこうと思いますのでよろしくお願いします。はい、はい、ということで今回はこの辺で終わりましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。また私山田、そしてヤスだよ、Twitter ございますのでよかったらフォローお願いします。はい、それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。